どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海北陸ブロックの静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山の2020年度の問101から110までの過去問について解説を始めていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問101番です。はい、ここから第5章に入ってきましたね。どうでしょうか。第5章、難しいところもあります。ただ、簡単なところもかなり多くありますので、ぜひぜひですね、ケアレスミスないようにですね、しっかりと点数取っていきましょう。はい、ではですね、101番ですけど、医薬品の適正使用情報に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、答えは3番が正解となります。A は正解。そして B なんですけど、陽子動医薬品は、ごめんなさい、陽子動医薬品または一般用医薬品の添付文章や製品表示に記載されている適正使用情報は、医薬品の販売に従事する薬剤師や登録販売者向けの専門的な表現で記載されているようダメですね。何かというと、陽子動医薬品とか一般用医薬品というのは、一般の人が使っていきますので、自分の判断で使ったりしていきますので、なので、分かりやすいような表現で書かなければ、専門用語とかで書いてあると分かんなくなってしまいますので、なので、専門的な表現で記載されているというところが誤りとなります。はい。ということで、B は誤り、そして C と D は正解ですので、答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問102番です。一般用医薬品の添付文章に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解ですね。はい。まず A なんですけど、重要な内容が変更された場合には、改訂箇所を明示すればよく、改訂年月を記載する必要はないよとあるんですけど、記載してあげてください。はい、改訂年月を記載していただいて、そしてさらに、改訂されたところがわかるように、なんか米印つけたりとか、下線を引っ張ってもらったりとか、そういう形で表記されておりますので、ぜひぜひそういった添付文章を確認してみてください。はい、ということで A は誤り、そして B は正解ですね。そして C なんですけど、添付文書の内容は医薬品の有効性、安全性に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、1年に1回の間隔で、改訂されていますよとあるんですけど、いや、そんなことはありません。必要に応じて随時改訂がされますので、こちら C は誤りとなります。そして D は正解。なので、答えは3番の B と D が正解となりました。では次行きましょう。問103番です。一般用薬品の添付文書における使用上の注意に関する記述のうち、誤ってるものはどれでしょうかということで、誤ってるものを選んでいきましょう。答えは3番となります。3番続きますね。はい。まず1番、2番正、えっ、ー、とは、正しい内容ですね。3番、どこが違うかというと、副作用については、まず、稀に発生する重篤な副作用について、副作用名ごとに記載、症状が記載されてお、され、その後に続けて、一般的な副作用について、発現部位別に症状が記載されていますよ、というところなんですけど、これ、誤りとなります。はい。ちょっと前に書いてみました。何かというと、これ、記述逆だったらいいんですよ。まず一番最初に、一般的な副作用について発現部位別に、その症状とかが記載されてます。これ何かというと、添付文書とか見ると、してはいけないことを相談することとかっていうところの書いてあって、その相談することの下の方にですね、一般的な副作用について発現部位別にその症状とかが書いてあったりするんですね。何かというと、例えばですね、発現部位別になので、例えば皮膚には発疹発赤出ますよとか、あとは消化器系とかには下痢の症状とか出たりしますよとか、そういうことが、それぞれの発言、どこにどういうふうに出ますよという、その発言部位別にこんな症状出ますよというのが書いてありますので、ぜひそれで確認していただきたいと思います。で、それが書かれた後に、その後に、すぐ下に表にまたなってると思います。稀に発生する重篤な副作用について、副作用名ごとにその症状が書かれたりします。何かというと、例えばですね、重篤な副作用なので、例えば肝機能障害出ますよとか、あとはアナフィラキシーショック、ショックが出ますよとか、というところでは、稀に発生しますよね。これ高頻度とかには出ませんので、なので、稀にそういった副作用とかが出てきますから、なので、その副作用名ごとに、どういう症状が出ますよとかっていうのが書いてあったりしますので、なので、順番はまずこっちが最初。
こっち最初ですね。ちょっと色変えますね。こっちが最初。これが1番目。そして、こっちが2番目。となりますので、なので、必ずこの順番に、書かれておりますので、ぜひそのあたり確認しておいてください。なので、これ記述ですね、逆になりますので、3番。なので、誤っております。はい。では次行きましょう。問い104番です。一般用医薬品の保管及び取り扱いに関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは全部正解の5番が正解ですね。はい、大丈夫でしょうか。このあたり特に間違いやすいなっていうとこはないと思うんですけど、ただ、一番最後の D、エアゾール製品には高圧ガス保安法に基づく注意事項が記載されてます。そうですね。なので、高圧ガス保安法とかはですね、例えば、高温に注意って引っ掛けてきたりしますので、高温に注意だったら正解なんですよ。なので、それを高圧に注意って引っ掛けてきますから、なので、高圧ガス保安法だから、高圧に注意、うん、丸だーみたいな感じで、今私みたいに言ったみたいに引っ掛かっちゃいますので、高圧じゃなくて、高温に注意とかっていうようなね、表記もされたりしますので、そのあたりもですね、ぜひテキストに書いてありますので、確認しておいていただきたいなと思います。はい、ということで、104番は5番が正解となりました。では次行きましょう。問い105番です。一般用検査薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B、C は正解。D ですね。一般用検査薬の使用により生じた健康被害については、医薬品副作用被害救済制度の対象となるよとあるんですけど、こちらは対象とならなかったりしますので、そうなんだなというところを確認しておいていただきたいなと思います。はい。ということで、D は誤り。なので、答えは1番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い106番です。医薬品などの情報に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは2番が正解となります。B と C ですね。はい。A は何かというと、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報配信サービス、PMDA メディナビの利用は医薬関係者に限られますよとあるんですけど、そんなことありません。誰でもこれ利用することができますので、A は誤りとなります。誰でも使えます。はい。そして B と C は正解。それから D ですけど、安全性速報というところなんですけど、安全性速報は、A4 サイズの黄色字の印刷物で、イエローレターとも呼ばれ、1ヶ月以内に情報を伝達されるというところなんですけど、安全性速報の記述じゃなく、緊急安全性情報の記述になります。そうなんですよ。緊急安全性のことを、緊急安全性情報に関しては、これは、イエローレターと呼ばれて、黄色字の印刷物で A4 サイズ、ここが合ってますよね。なので、今回この安全性速報に関しては、ブルーレターって呼ばれて、青色字の印刷物になります。なので、このあたりもぜひ、インターネットとかで、調べてみてください。イエローレターって、あ、こういう風になってるんだなというところだったりとか。あとは、ブルーレターも、あ、こういう風になってるんだなというのを、これも、ぜひ、文字ではなく、視覚的に色とかで覚えていただくと覚えやすいので、ぜひぜひ、ちょっと、インターネットとかで検索していただきたい。あとあれですよね、PMDA のホームページとか見ていただきますと、出てきますので、ぜひそのあたり確認しておいていただくといいのかなと思います。はい、ということで、あとは、紙のサイズとかも、これ他の B4 とか B5 とかで引っ掛けていきますしね、このあたりしっかりと確認しておきましょう。はい、ということで D が誤りなので、問106は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問107番です。医薬品の購入などに関する情報提供に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A と B は正解、C ですね。C は製薬企業は自社製品について添付文書を、作成し、文書集ですね。文書集を作成し、医薬関係者に提供しなければならないとあるんですけど、これ誤りなんですよ。まずは添付文書集って何かというと、例えば大きなメーカーさん、大きな製薬メーカーさんは自分のところで出している、医薬品の添付文書、要は医薬品って数種類扱ってたりすると思います。
あの大きなところとかになりますと。で、大きなところになるといっぱいあるので、そういったものを一つのこう文集みたいな形で、添付文書集みたいなものを作ったりしてるんですよ。で、そして、よく取引していただいている、薬局さんとかにですね、そういった添付文書集、こういうのあるんでね、使ってくださいね、みたいな感じで、そういうの作ったりするんですね。そうなんですよ。で、ただそういうもの、作ってるところもあるんですけど、提供しなければならないっていうのは義務になっちゃうので、特にこれ義務ではなく、製薬メーカーさんのこう、まあ、ご好意というか、優しさで、作っておりますから、なので、そんなところでは、C はこれ、義務ではしなければならないというところが誤りなので、義務ではございません。はい、ということで C は誤りとなります。はい。ということで、107番は2番が正解となりました。では次行きましょう。問い108番です。医薬品医療機、等法の、法の、規定に基づく医薬品の副作用などの情報、報告に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。A なんですけど、保健衛生上の危害の発生または拡大防止の観点から医薬品の販売などに関わる医薬関係者は報告の必要性を認めた日から5日以内に大臣に報告しなければならないって言ってますよね。これ違うんですよ。何かというと医薬関係者。医薬関係者は特にこう何日以内というのは定められておりません。そうなんですよ。なので、ま、特にというところではないんですけど、ま、基本的に速やかに報告してくださいねっていうものになります。なので、医薬関係者、薬局で働いている薬剤師、登録販売者、ドラッグストアで働いている登録販売者とか、そういった、方たちに関してはですね、こう、医薬関係者になってきますので、そんな医薬関係者は、そういった、必要性を認めた時から、認めた場合はですね、速やかに基本的に報告してください。で、企業さん、製薬企業に関しては、期限がありました。じゃあこの5日以内ですか？これ違うんですよ。ここも気をつけてくださいね。5日以内じゃなくて15日以内とか30日以内とか、あとは定期報告とかっていうものもあったりしますので、そのあたりのところですね、一覧に表でまとまったりとかしますので、ぜひそのあたりも確認しておいていただきたいなと思います。はい。ということで、A は誤りでした。そして B は正解。そして C ですね。健康被害と医薬品との因果関係が明確でない場合や、誤用による健康被害の場合には、報告の対象とならないとあるんですけど、いや、報告の対象となります。報告に関しては基本的にどんな健康被害でも報告してねっていうのがあるので、なので、C はですね、対象とならないではなく対象となりますので、C は誤りとなります。はい、そして D は、正解ですね。はい。ということで、答えは3番が正解となります。なので、先ほどの特に C に関してはですね、どんな健康被害でも報告してねっていうのは、それは特に書いてないですよ。でも、いろいろ見ていくと、ほとんどのものを、基本的に報告してねっていうものになっておりますので、そういう形で、自分の言葉に置き換えていただきながら、どんどん理解をしていただきたいなと思います。はい。ということで、問い108番は、答えは3番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い109番です。医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A は正解。そして B、こちらですね。ごめんなさいね。日本薬局法就済医薬品はすべて医薬品副作用被害救済制度の対象となりますよと言っていますけど、すべてなるわけではありません。対象とならないものもあります。例えばですね、何があるかな。あ、精製水とか、日本薬局に収載されている精製水とか、要は水なので、それで副作用起きちゃいました。まあ、それはちょっと助けてくれませんので、そういったものが該当してきますから、なので、すべてというところ、ピピピピンと来てね、あ、これ間違いだなと思っていただければと思います。なので、B は誤り。そして C ですね。健康被害者への医療費の給付は副作用の原因となった医薬品の製造販売業者が直接行いますよとあるんですけど、給付に関しては、これPMDA ですよね。医薬品医療費総合機構のところからですね、給付費ということで、給付金ということで、支払われますので、なので、そういったところではですね、製薬企業、製造販売業者が直接行うわけではございませんので、C は誤りです。はい、それから D なんですけど、
こちらはですね、ちょっとこれ難しいですよね、と思うんですけど、給付の種類については請求期限が定められておりと、請求期限あるものとないものもあったりします。で、請求期限があるものに関しては、例えば医療費、支払いの対象となる費用の支払いが行われた時から2年を過ぎた分に対しては、請求できないよとあるんですけど、これ2年じゃなくて5年となりますので、5年ですね。なので、D は誤りとなります。はい。ということで、答えは5番が正解でした。はい。次ですね。問い110番です。カッコ何に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。要は、その、救済制度に関してですね、その給付の請求にあたって必要な書類というのが全部で3種類あります。それが、医師の診断書。それからですね、その、医薬品の販売に関して、その、領収書とか、そういったものが必要になってきます。それからあとは、B と C のところにつながっていきますけど、そのお薬を販売したお店のですね、販売証明書、そういったものが必要になってきますので、3種類必要なんだなというところをしっかりと確認しておきましょう。ということで、答えは5番が、正解となりました。はい。ということで、ここ、そんなに大きくですね、難しいなと思うというところは少なかったです。なので、ぜひ、間違えたところはですね、ぜひもう一度確認していただいて、そしてさらにケアレスミスがないように十分に気をつけていきましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、下の概要欄のところに、LINE アットなどの ID とか入れておりますので、ぜひそちらを、登録していただきますと、質問などをお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいなと思います。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。